ヘルボーイは2019年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。監督はニール・マーシャル、出演はデビッド・ハーバーとミラ・ジョボビッチなど。ヘルボーイ映画シリーズのリブート版であり、スタッフキャストを一新し、原作者のマイク・ミニョーラを監修に招いて制作された新たなストーリーの映画作品である。日本では2019年9月にリー・ジョンズの配給により、東方シネマズ、 日比谷他全国で公開された。ポスターのキャッチコピーは悪かったな。俺がヒーローで。地獄で生まれ、地球で育てられた悪魔の子、ヘルボーイ。超上限象調査防衛局のエージェントとして活動する彼のもとに英国中を荒らし回っている一食い巨人を退治せよとの指令が下る。そこで、ヘルボーイは暗黒時代に封印された。 ブラッドクイーンが1500年の眠りから覚めたことを知る。人類への復讐心から地上を魔物の世界へ変えようと企むブラッドクイーンの野望を打ち砕くため、霊媒能力を持つ少女、アリスやジャガー人間の弁大名小サラと共に地球を守るための決死の戦いを挑む。しかし、ヘルボーイ王として迎え入れようと企てる彼女の還元と魔力により、 世界を滅亡させてしまうほどの強大なパワーを手に入れてしまう。ロンドンの街を破壊しつくした高いは、やがて天変地へと発展していく。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、前のヘルボーイシリーズをとても楽しめるものにしていた。想像力豊かな才能を失った。この魂のないリブート作品は、ダンテが、 インフェルノに入れずにいた第10件のようである。であり、215件の評論のうち高評価は18%に、当たる38件で、平均点は10点満点中3、87点となっている。メトクリティックによれば、44件の評論のうち、高評価は2件、賛否混在は23件、低評価は19件で、平均点は100点満点中31点と、 なっている。ありがとうございます。